安田はなだめるように言った。傭兵は引きつった笑顔で椅子に座り直す。とにかく、まず妊娠の事実を確かめることだ。うん。そうだね。ちゃんと検査して、遺伝子調べてさ。放課後、傭兵は校舎を出る前に、また下級生から声をかけられた。あれかな、また AK ちゃんの手紙渡してきた子かな。先輩、正門の前で女の人が待ってますけど。あららららら、え、まさか。待ちきれずに倉科亜美が学校まで乗り込んできたんじゃねえ。あと変なコート着た男の人も一緒でした。怖っ怖っ。なんかさ、 AK ちゃんが実は嘘ついてて、てかつつもたせって言うんだっけ、つつもたせで、でなんか怖い男の人連れてきてるみたいな、ありそう。お、男？嫌な予感がしたね。もしかして父親？あー、その線もあるね。そうそう、わかった、どうもありがとう。傭兵は下級生と別れると迷わず裏門の方へ向かった。そこで逃げちゃうか。親父連れて学校に乗り込んでくる女だなんて、一体これから俺はどうすればいいんだよ。いや、まあでもまだわかんないからな。泣きたくなった。逃げたくなっちゃうか。今はとにかくじっくりと考える時間が必要だった。考えるのは構わないけど、来てるからな。気がつくと傭兵は山手線に乗っていた。うん、どこ行くのよ。大阪？悩み考え続け、いつの間にか遠いところに来ていた。鹿児島？普通に丸一日かからない？結論は出ず、さらに遠いところへ来ていた。わかんない。嘘でしょ、南から北まで行ってんじゃん。もう行けるところまで行こうという感じだった。寒そうな風の音がしたけど一瞬。いつの間にか傭兵は列車乗り継ぎの達人となっていた。え、バットかな。うわー、そしてどこかの海。あれじゃん、東映の映画始まる時のやつじゃん。あれ、何しに来たんだっけ俺。当初の目的をすっかり忘れていた。てかその格好じゃ寒いでしょう。その後、飛沢傭兵の姿を見た者はいない。あら、遭難？失踪？バッドエンドだ。え、どこがダメだったんだろう。はい、コートの男とは誰やろう、雨宮桂馬である。あー、はいはいはい。なぜ桂馬は緑山学院高校を訪れたのだろう。それは桂馬の16時10分で明らかになり、そこでの分岐を正しく選択すれば傭兵の運命も変えることができる。じゃあ桂馬が傭兵くんのことをなんか助けてくれんのかな。こんにちは、街のパート16です。前回飛沢傭兵くんを一通り読みましたね。でね、誰からどう進めていけばいいかなってちょっと迷ってるんだけど、まあ基本的にその時間があんまり進んでない人から優先的に進めていく感じでいいかなって思うんだよね。主人公8人全員1回は読んだことになるね。うん、だからこの中で一番進んでないのは今んとこ桂馬だから、桂馬編いきましょうか。はい、桂馬はね、職務中にゲーセンいっぱい回ってんだけど、そのゲーセンの UFO キャッチャーの取り出し口に、あれ？何これ？なんかあるぞっていうとこで続くってなってました。で、そのヒントがこれ。ってことで、宝石店ボーダボーのカップルのティップからザッピングしましょう。あったあった。牛尾さんの午前中だね。なんか映画の真似してるカップルがいるんだよね、ここに。戸田照久と小森優香。この二人と桂馬がぶつかるのね。じゃあザッピングしていきましょう。飛べ。ああ、ああはい。はい、桂馬くん、 UFO キャッチャーの取り出し口でなんかありました。どうしたの桂馬くん。これは麻生しおりさんっていう女の美人な先輩ね。ちなみにこれ職務中ですよ。手が取れなくなっちゃったんです。そこのお嬢さん助けてください。大声でしおりに叫んだ。もう先輩のことお嬢さんって言うんか。ちょっと桂馬くん、悪ふざけはよしなさい。
何ローマの休日ごっこしてんの。ああお嬢さん、機械に食べられる。人々の視線にしおりは真っ赤になった。大丈夫？手引っかかることある？勝手にしなさいバカ。しおりは怒って言ってしまった。あらどうやったら引っかかるの？結構大きいと思うけどな。ひゃひゃひゃ、名付けてローマの休日作戦。やっぱローマの休日意識してたんだ。ヨーロッパの王女が親善旅行先のローマで新聞記者と恋に落ちるという映画。劇中デートを楽しむ2人が、嘘つきが手を入れると閉じてしまうという言い伝えのある真実の口を訪れる。その時新聞記者が口に手を入れ抜けないふりをして王女を慌てさせるのだが、この作戦名はそこに由来している。何をしようと思ったの、その作戦やって。ローマの休日あれだな、大学のなんか授業で見た気がするわ。古い手だけれどとりあえずしおりを追っ払うことには成功した。あ、そういうこと。なんか普通追っかけるどころかすごい助けに来そうな感じするけどな。さーて、これでよし。ケイマは勝利の笑みを浮かべてポケットから小銭を取り出したいやマジほんとクビになってもおかしくないけどなこの人。おっと、11時の決戦が近い。ガイが俺を呼んでるぜ。ガイっていうのは緑山高校の不登校なのかな、あんま学校行ってない男の子の友達ね。これだけはたとえしおりにも邪魔されたくなかった。まあガイくんのことも学校行きなよみたいなことに言うんだけど、なんか一瞬映ったな。その時トンと誰かがぶつかってきた。あ、効果が路上に散らばった。誰かとぶつかったね。これ誰だろう。あ、すいません、それ僕のです。コーヒー牛乳を手にケイマは這いつくばった。これがテルヒサというかゆかさん美人だな。あ、ここにもあるわ。通りすがりのカップルが手伝ってくれた。はい、通りすがりのカップルはしっかり者の小森ゆかとせこい戸田テルヒサ。今もテルヒサはケイマの落とした小銭を拾うふりをして100円玉をくすねた。テルヒサ曰く100円玉は全部で1000円分くらいあった。1割のお礼をもらうのは当然の権利だ。せっこいね。はい、これも。すみません、ありがとうございます。ケイマは礼を言って立ち上がった。ん？何これ。ん？店に入る直前ケイマは気づいた。小銭の他にいつの間にやら何かを持たされている。え？今の革ジャンのいたずららしい。ん？ゴミ突っ込まれた手だれすぎるだろ。丸めた紙切れだ。なんでしょうこれは。何？広げてみると1枚のビラだった。ビラのティップ、 Do your best、 死を刻む13の鐘、混沌の大地より生まれし災いの子。あ、これあれじゃん、あのすごい最初の方でさ、オーロラビジョンに出てた文字だよね。でもこれ独創最前線の広告なんじゃなかったっけ。予言は木馬を越え車の時代網目に、花の悲しみ幾千と警告外町滅する。なんかわざと読みにくくしてるね。あれかな、独創最前線のチラシか何か持ってたのかな。その文面はさっきオーロラビジョンに映し出されたものと全く同じだ。チェ、またテレビの宣伝か。ケーマは丸めて捨てようとした。でもさ、なんだろう、実は独創最前線と関係なくって本当になんかジャックされてたとかも、まあ、あり得るっちゃあり得るのかな。で、なんかテルヒサがなんかの事件に関わるとかさ。その時どこかからふっとあの旋律が流れてきた。信号の音色。突然ケイマの心に不安が湧いた。それはこのケイマの25年の全生涯の中で初めて感じる虫の知らせのようなものだった。どうした。ケイマは急いで渋谷中央署へ戻った。ここにはケイマの大親友がいる。渋谷中央署もよく出てくるね。ティップ。ケイマの勤める警察署、渋谷駅を中心に主に渋谷の繁華街を管轄とする。ケイマの他にも、クジライかな？クジライ刑事やゴロイチ刑事など、悪が強い刑事、警官がたくさんいるという。おう、来たか。伝説の元鬼刑事。沼田武義だ。
怖そうだなこのおじいさんも。はい、沼田武義、通称沼さん、桂馬の大先輩にあたるが今は第一線を退いている。あー、なんかそんな感じする。しおり同様、桂馬の数少ない理解者の一人というより、署内にはしおりと沼さんしか理解者はいない。あ、そうなんだ。暴走する桂馬を抑えつつも成長を見守る頼りになるベテラン警察官。かっこいいね、認めてくれるんだ。今は現場を退いて資料室主任となっている。どうした桂馬。沼さん、ちょっと気になることがあるんだ。タメ口。桂馬はさっきのビラを出した。ん？ビラにまたティップあるね。あ、これさっきと一緒か。沼さん、見てよこれ。どう思う？ああ、桂馬、お前も拾ったか。え、沼さん、お前もって？テレビドラマの宣伝だろ？沼さんは少しも驚かなかった。うん、テレビドラマのティップ。うん、やっぱ独走最前線だよね。1時間ものの刑事ドラマで主演のデューク浜池の役名はスーツ。毎回バラの花を一輪持ち、純白のスーツを身にまとって登場。上司のスーツ今日も走ってくれるかの問いに独走させてもらいますと受け、その後はとにかく走ってるうちに事件は解決する。あ、え、そんな話だったんだ。あれ、デューク浜池じゃないな、デューク浜地だな。刑事で純白のスーツってすっごい目立ちそうだな。まあ、とにかく走るドラマね。うん、そうかもしれないけど、なんだか手が込みすぎてるし、どこにもドラマなんて書いてないし。はあ、桂馬、これを見ろ。桂馬さんはなんか直感を感じてるのね。沼さんは桂馬と同じビラを出してきた。一緒だよな。あらら、沼さん、これは？くしゃくしゃになってない。さっき駅前で配ってたんだ。黄色いスタジャンを着たロケ隊の男たちがな。あ、ロケ隊の人たちってことはあの撮影隊かな。だからわしも記念に1枚だけもらってきたんだ。ビラ配りなんかするかな。ふえー。桂馬はしぼんだ風船のようになった。なんだ、僕はてっきり本物の爆破予告かと。はは、桂馬、本物でなくてよかっただろ。なんだということはない、ゲームの世界とは違うんだぞ。お？メタか。はい、その通りでした。真面目なパトロールに戻ります。いや、絶対ゲーセン行くじゃん。すぐ暴力で来るゴンダよりも沼さんの一言の方がずっと答える。だがケーマ、万が一ということもある。脳内スイッチだけは入れておけ。何それ、沼さん用語。どんな危機的な状況に突発的に置かれても冷静に対処できるよう、考え方や感受性を柔軟に保った状態が脳内スイッチの入った状態。ああ、簡単に言うと覚悟するという意味。まあ、なんとなくわかる。はーい。丁寧に喋ってもらえれば素直に言うこと聞くんだ。ケーマは再びセンター街のゲーセン、ピクシーに戻った。いや、仕事してないじゃん。ちょうど11時。ガイはまだ来てないようですね。あ、そっか、ガイ君となんかすんのか。遅いぞ白いカラス。あ、これガイ君。小銭をじゃらつかせガイが現れた。髪型がちょっとひろゆきチックだね。ハンドルネームガイ、そしてリングネーム霊障のガイ。黒歴史になるぞ。桂馬との対戦結果0勝のガイ。え、めっちゃ弱いじゃん。ガイの言う白いカラスとは、好きな漫画から引っ張ってきて桂馬が自分でつけたリングネームだった。あ、そうなんだ。白いカラス、好きな漫画は、な、何これ、農場吉農場純一先生のプリンスのこと。東大でのキャリア組でありながら現場で働くエリート刑事が主人公の漫画。かっこいいね。白いカラスはその第一巻のサブタイトル。これ本当にあんのかな。リングネームとは、リングネームとは、え？子供の声が聞こえた。子供？え、なにこの子、かわいい。お坊ちゃん。ご説明いたしましょう。いきなり見知らぬヘンテコリンな少年が飛び出した。なんかの CM みたいだね。リングネームとは、ゲーマーたちの間で使用するゲーム用の呼び名で、主に格闘ゲームに多く使われることから、このように呼ばれます。ちなみに、一頃はハイスコアネームと呼ばれていたこともあるようです。あ、そうなんだ。
じゃあ私で言うところのスト6では霊子丸にしてるから霊子丸か。音切り層でも霊子丸にしてるけど、少年は小鼻をピクつかせた。まあお坊ちゃんですこと。以上リングネームの由来解説でした。ケーマは思い切り外された。そんなことくらい知ってるけどさ。ところで君どこの小学校。あ確かに歩道案件だよ歩道案件。あかわいい SE。 学校を聞かれた途端少年は風を食らって去っていった。なんでしょうかあれは。近頃はマセガキが多いからさ歩道できなかったね。ガイが大人びた口調で首をすくめる。まあでもガイ君のことは目をつむって一緒に遊んじゃってるからな。ん？ちょっと君ガイ君、他人事じゃないでしょうが、今日の学校は？え、あー創立記念日。あなんか懐かしいその感じその手なんか使ったことある気がする私もふーん。では昨日は？確か学級閉鎖。いや2日連続はいけないよ。へえ、じゃあ一昨日は？あー集団疎開絶対ないでしょ。ここまで来ると怒る気も失せる。いつの時代だよ疎開とか。そんなことばかり言ってると今に毎日が退学記念日になるぞ。ご冗談。そんな話よりゲームゲームゲームみたいにコンティニューできないのかがい。あらら、おたくさん、おたくも仕事中のお遊び、いい加減ゲームオーバーにできないの？これは極秘任務なのだ。もうクズ同士だね。ケーマはお気に入りのウル3ウル3に向かった。スト3みたいな感じか。へえ、ウルフウルファイヤ、ウル3とは数多くある対戦型格闘ゲームの一つ、ウルファイヤー3の略である。よーしガイ来い。おお、100円玉を放り込むとすぐさまキャラセレクト画面に切り替わる。はい、リンリンちゃんご指名ですよ。ケーマはお気に入りのキャラ美少女ファイターのリンリンを選んだ。リンリンね、リンリンはオタクのアイドルだもんな。ガイが横からちょっかいを出す。オタクじゃないゲーマーだ。そんなことよりチュンリーとかけてんのかな。まあでも私格ゲーあんま知らないからな。ケーマは対戦者側のコントロールパネルを叩いてガイを誘った。早くスタンバイ。よーし、ガイはすぐ挑戦に乗った。うん、だがなぜか100円玉を入れようとしたガイの動きが止まっている。どうしたの？やめた、今日はなんだか気分が乗らない。え、ま、待ってそれはいいけどケーマのその表情何はーんみたいな顔してる不平、どうした、おじけづいたんでしょうか。うん、いや、ちょっと休養を思い出したんでね。え、どうしたの？おいおい、そっちから呼び出しといてそれはないだろう。え、なに、学校よりも大事なよう？へへ、俺にだってオタクより大事なことぐらいあるさ。あ、わかった、学校だ。今から学校行くんだな。へへへ、残念、それも外れ。外れても学校へ行く努力ぐらいはしろよ。うん、正論。てかもう腕引っ張って連れてってもいいと思うな。検討しとくわ、アバよ。ガイはヘラヘラと笑って消えた。ガイ君大丈夫なんかね、心配になっちゃうね。まあいいや、一人でやろう。わ、なんかコーヒー牛乳そこに置くとなんか落としちゃいそうちょっと気になる。ケーマは帰ってウキウキとした様子でプレイを始めた。のんきだなぁ。え、どうしたんだろガイ君。ほっほー、いいぞいいぞ。リンリンは軽く9人の敵を倒すと残すはボスキャラのマンモーザゴーシだけとなった。何そのザコシみたいな名前マンモーザゴーシ、ハリウッドザコシショー。よし、あと1人だ。そっか、上手なんだケーマ格ゲー。ん？その時妙な気配を感じた。まるで死神に見入られたような殺気だ。ケーマも殺気とかわかるタイプなん？ケーマはそっと振り返った。え？まさしく死神だった。すごい、
なんか切れ長の目ですね。死んだような目がケーマを不気味に見据えている。気のせいか刺繍がした。え、お化け？死人の目、死人の表情、そして死人の匂い。え、ごめん、でも正直ちょっとかっこよくないとか言って目鋭い人好きなんだよな。死んだ目の中には狂気があった。後頭部だけロングになった髪。あー、え、後頭部だけロング、うん。襟足長いってこと？首に巻かれた怪しげな飾り。わ、ダセー、ダセーダサいけどそんなこと言っちゃダメね。指にも不気味なリングが鈍い光を放っている。まあおしゃれなんじゃん。こいつはヤバ吉だ。ガイが逃げた理由が分かった。え、そんな理由かな。あいつはこの男が怖かったんだ。男の目がそれた隙にケーマは必死で小さくなった。乱入モードに入りませぬように。乱入モードとは、多くのアーケードゲームは機械対人間だが、人間対人間で対戦することのできる機種もある。ああ、あるね、店内で対戦ってあるよね。最近のほとんどの格闘ゲームがそうで、他人がやっているのに割り込んで勝負が挑める。勝った方はゲームを続けられるが、負けた方はそこで終わりとなる。ここではその対戦を挑んでくることを乱入という言い方で表現している。うん、挑戦者が現れました的な。スーッと気配が移動し、男がヌーッと視界に入った。怖いなぁ、怖いな。ジェロニモ不気味に低い声で男は意味不明の言葉をつぶやいた。ジェロニモ1829年生まれ、1909年没、アメリカインディアンのアパッチ族の呪術師であり預言者。うん、白人の制服政策に抵抗した最後の族長として有名。え、本当にいる？あ、本当にいるんだ。ジェロニモアパッチ戦争に身を投じた戦士だって。ネイティブアメリカンアパッチ族のシャーマン。あ、シャーマンって書いてあった。え、いるんだ本当に。確かにジェロニモと言った。なんでその人の名を。ジェロニモとはインディアの名前だろうか、それとも自分のリングネームを名乗ったのだろうか。あ、まあそれもあるね。え、ジェロニモの手がいきなりケーマの手を掴んだ。なんかゴム手みたいなのしてる？色は白いだけ？嫌に血色が悪く、老人形のようだ。ねえ、腕は普通に見えるけど。よく見ると、ジェロニモは手術用のゴム手袋をはめている。あ、やっぱそうだよね。まあ、そういう人もたまにいるけどさ、冷たい。ゾッと王冠が走った。まるで死人のようだ。死人の目、死人の表情、死人の匂い、そして死人の感触。ケーマは急いでその手を振り払うと、おぞましいその感触をズボンで拭い去った。なんか街ってたまにこういう怖いのあるからたまらないよね。何なんだよこいつ。焦るケーマに構うことなく、ジェロニモは100円玉を放り込んだ。あ、何？ただ遊びたかっただけ？うん。画面が乱入モードに変わる。僕に挑戦しようってのか、この白いカラスの僕に。男の余裕が気に障る。ジェロニモは死んだ目のまま迷うことなく、リンリンと一番相性の悪いキャラグロッキーを選んだ。はあ、グロッキー、うん、酔ってんのかな。そしてベビーパウダーを取り出すと、平然とゴム手袋に振りかけている。え？なんでそんな体操の選手みたいなことするの。ベビーパウダー、タルカムパウダーの一種。あー、まあ肌、うん、あー、まあ汗を抑え肌触りを良くする化粧品の総称ね。日本ではカラスウリの根から取ったでんぷんを主原料にした添加粉が江戸時代からあった。そんな昔からあったんだ。こいつ言っちゃってる。こんな男とは長く付き合ってられない。一気に型をつけてやる。ケーマはコーヒー牛乳を飲み干し、再び戦闘モードに入った。頑張れ、仕事しろあなんちゅう微笑ましい光景なんだ。勝負が始まった。かなり激しい戦いとなった。もう二人ともいくつだよ。できる。ジェロニモは思った以上の強者だった。あ、じゃあなんか本当に普通に遊びたかっただけか。
お風呂入ってなかったのかな、臭いって言ってたけど、2ラウンドを終えた時点で1本ずつ取っていた。お、じゃあファイナルラウンドかな。白いカラス、ケーマとしては久々の強敵だ。そんな可愛く2人で並んでゲームして、当然顔見知りのゲーマーたちにもちょっとした事件だ。あ、そっか、集ってんのかもうここに。いつの間にか周囲にギャラリーが集まっている。そしてついに最終ラウンドが始まった。おー、頑張れ。あっという間に勝負がついた。あ、リンリン勝ってんじゃん。ケーマの勝ちだ。やった。ところがなぜかギャラリーは引き潮のように引いてしまった。うん、え、どうして。見るとゼロニモの表情がおかしい。え、ケーマは画面に映し出されたリプレイを見て引きつった。え、どういうこと。あー、え、大丈夫か。ケーマ自分がハメ技という禁じ手で勝ったことに気づいたのだ。禁じ手？ゲームそのものが持つ一種の設計ミス、かっこバグを利用した技。へえ。格闘ゲーム以外ではハマりパターン、裏技などとも呼ぶ。これにかかるとどうあがいても勝ち目がない。本来のプレイヤーの強さが発揮できるような技ではないゆえ、知らずに使えば無知、知ってて使えば卑怯者の烙印を押される。あ、そうなんだ。え、どうしよう、私スト6でなんかやっちゃったりしてないかな。なんか禁じ手みたいなのあったら怖いから後で調べとこう。怖いな、それ。ダン！ジェロニモがいきなり両手でコンパネを殴りつけた。コンパネ、コントロールパネルの略。ゲームを操作するためのレバーやボタン類が並んでいるパネルを指す。この上に無造作に小銭やジュース類を置くと熱中してぶちまけてしまうことがよくあるので注意が必要である。そうだよ。ケーマもあのコーヒー牛乳危ないと思うよ。嫌な沈黙が流れた。え、死神さん大丈夫？どうする気だろう。ケーマは相手の出方を待った。ジェロちゃん。ごめんって。泣くと思わなかったし。ジェロニモはゆっくりと顔を上げた。大丈夫？ジェロちゃん。はい。聞かれもしないのに答えてしまう。え、何？怖い。ジェロニモはゴム手袋の端を弾いて、冷たいリズムを刻んだ。オペみたい。オペ。面白かった。え、かわいいんだけど。え、楽しかった。ジェロニモは去った。暗い風が残った。ケーマには後味の悪い勝負になった。何よりも名ゲーマーであるべき自分がゲーマー仲間で卑怯な手とされる禁じ手で勝ってしまったことが悔やまれる。まあそれは悔しいね。え、でもなんかジェロニモとお友達になれんじゃないの。あー、しかもやばいやつにやっちゃったな。後ろから声が聞こえた。でも楽しかったって言ってくれたじゃんね。死ぬね、明日。え、あ、ガイ。振り返るとガイがいつの間にか戻ってきている。完璧にシャチテの悪魔に目をつけられたな。シャチテの悪魔、なんだそれ。驚いたな、知らないの。ガイは本当に驚いたようだ。シャチテの悪魔、知らない。聞いたこともないの。ない。何のことでしょう。やつのリングネームだよ。海のギャングのシャチのような残忍な手を使う悪魔という意味らしい。ん？残忍な手を使うの？あの、今のジェロニモがか。え、ジェロニモ？ああ、さっきそう名乗った。一体何者なんだ。え、何、リングネーム変えたの？詳しいことは一切不明。新宿から流れてきたって噂もあるけどさ。え、なんか本当にゲーセンに入り浸ってる人って、そういうコミュニティあるのかな？ゲーセンで知り合ったりとかすんのかな？ふーん、道理でレベルが高いはずだ。新宿はレベルが高いと。新宿にはハイレベルなゲーマーが集まるゲーセンがある。へー。けど、それほど強いやつなら僕だって一度くらい名前を聞いてたって良さそうなもんだけどな。あー、それは。途端にガイは声を潜めた。奴の噂話はできないんだ。どうして？何？
殺される。やっぱ死神なの？まさか。もちろんゲームの上でだけどさ。ただいや、ゲームの上ならいいじゃん別に。ガイはもっと声を潜めた。奴に目をつけられたら最後なんだ。奴はどこかで必ず相手の住所や電話番号を調べ上げて、相手がゲーセンに出てきて自分と対戦するまで嫌がらせが続くんだって。なんかかなり強引に友達になろうとしてない？それそういう感じじゃないの？へえ、嫌に粘っこい性格だな。普通じゃないね。ありとあらゆる手段を使って脅すんだってさ。もしもそれを誰かに話したりしたら、恥ずかしくて街を歩けないようにされる。もちろん学校にだって行けなくなる。いや、あんたもともと行ってないでしょ。例えばどんなことをされるんだ？まず、パソコンへのハッキングは当たり前。ハッカーか。落とせないコンピューターはないらしい。もうあれはハッカーじゃない、クラッカーだよ。リッツパーティー、やばいね。ケイマは顔を曇らせた。ハッカーとは1950年代半ばにアメリカのマサチューセッツ工科大学で生まれた名称だ。あ、そうなんだ。そんな昔からあるんだ。すごいね、もう半世紀以上経ってんだね。もともとはコンピューターの構造を熟知し、自在に操れるものを指す言葉だった。市販プログラムのプロテクト外しや国家機密を内在するコンピューターへの侵入など、それらは確かに違法な行為ではあるが、目的は侵入そのものにあり、一種の知的遊戯の域を出ないものだった。その範囲内ではハッカーという名称には尊敬の意味さえ含まれていた。パソコンに詳しい人って感じ。ざっくり言うとね。だが80年代に入ると様相が変わった。クレジットカードの暗証番号の盗用や銀行の口座残高の操作など、明らかに遊びの域を超え社会的に実害を及ぼす犯罪者たちが現れた。あ、そうか、それが80年代のことか。技術が上がったんだ。彼らはクラッカーと呼ばれ、ハッカーとは区別されている。そうなんだ。ハッカーとクラッカーってなんか特に区別なかったな。あらゆるものがコンピューターによって制御されつつある現代社会において、クラッカーの存在は今や大きな社会問題となっているね。最近だとホワイトハッカーつって逆に守るハッカーもいるもんね。パソコンだけならまだいい方だけどね。電話回線に侵入して勝手に使用されたり、銀行預金を引き出されたり、本人が知らないうちに恋人に絶縁状のメールを出されていたなんてやつもいたらしいよ。それなんだろう、別れさせ屋とかかな、あの都市伝説の。いや、わかんない、本当にいるかもしれないけど。てかさ、電話回線に侵入してってことはさ、この二人のやりとりもなんか使用される可能性あんじゃないの？なんか使ってたでしょ。ケイマはうなった。だがそれがどうして今のジェロニモの仕業だってわかる？奴と再勝負をさせられるだろう。その時奴に負けると途端に嫌がらせが止まるんだって。なんか感覚が子供のまんま、いろんな知識を身につけた大人なのかな。ケイマは思わずため息をついた。ってことは僕もこれから狙われるんでしょうかね。まあとにかくケイマさん、せいぜい気をつけることだね。ガイも本当はいいやつなのだ。ところでガイ、どうしてお前がそこまでいろいろ知ってんだ？あ、やば。ガイはいきなり走り去った。大丈夫かこいつ。見ると向こうからゴロイチのゴンダ刑事が来る。首だ首。ヤバ吉。こうなると競馬も一言ではない。残りの100円玉をかき集めるなり、横っ飛びに裏口から逃げ出した。みんな逃げ足が早いな。